はい、皆さんこんばんは、トリーです。今日がですね、2023年12月31日大晦日、ただいまの時間がですね8時40分となっております。で、今いるのがですね、バリ島オブドのモンキーフォレスト通り、モンキーフォレストからずっとあのここスーパーマーケットの方に向かう道の途中です。で、今日ですね、大晦日の夜のオブド、どんな感じかっていうのをざっと紹介していきたいと思います。ね、思ったほど人ではないです。ここの店にお客さん入ってますけどね。はい、で、まだですね、あのレストランとかは全然オープンしてますね。はい、この場所がですね、今言ったようにモンキーフォレストの前から、ずっと西の方に歩いて、これからココスーパーマーケットがあるサンサロに今向かってます。こちらのお店はライブやってます。結構、このお店はお客さん入ってますね。はい、でこの向かい側も小さなワルンなんですけど、こちらもお客さん入ってるみたいです。こちら音楽派手に流しております。ライブやってますね、はい、でこちらもイタリアンのお店です。こちらもそこそこお客さん入ってますね。超満員ってわけじゃないんですけど、まあまあだいたいテーブル8割方埋まってるみたいです。ちょっと反対側に行きます。はい、ここ音カフェというカフェになりますけど、よいしょ、はい、こちらのカフェも結構お客さん入ってますね。人通りもありますし、バイク、車の通りもあります。はい、ここココスーパーマーケットになります。はい、じゃあここからですね、もうちょっとプンゴセカンの方に行ってみようと思います。ここがまあ先ほどの音カフェですけどね、まあまあいい感じでお客さん入ってるんじゃないですかね。ここは C 社が強いみたいですね。最近バリは C 社の店増えてますね。はい、まあここのプンゴセカンエリアが、あ、ここでもライブが、このプンゴセカンエリアが結構最近レストランとか多くてお客さんが多いエリアになります。はい、この先がですね、すごい渋滞のメッカ、あのプンゴセカンのガソリンスタンドになるんですけど、まあまあ今車は流れてるようですね。はい、結構まあカフェレストランそこそこお客さんは入ってるみたいです。ね、ただね、この後またカウントダウンパーティーとかやるのかな。あのクタの方ではビーチでカウントダウンパーティーがあるんですけど、ウブドはね、あんまりね、クタほど派手にはやりません。それでも夜中に花火打ち上げますんでね、多分その様子もこの後ご紹介できるんじゃないかなと思います。この正面もレストランです。俺渡りたいんだけど渡れねえな。ちょっとね、夜はさすがにね怖いです。はい、でここがシリーキッチンっていうキッチンで、ここも結構お客さん入ってて、あのいい雰囲気ですね。あのやっぱバリね、昼間暑いんで、あの昼間よりも夕方から晩ご飯食べてお酒飲んでっていう方の方が多いですね。昼間はホテルのプールで寝てるか、どっか観光行ってるって感じです。でここがね、アラヤリゾートになります。アラヤホテルですね。アラヤホテルも今日いっぱいじゃないかな、知らんけど。はい、このアラヤホテルの横にプタニってレストランがあるんですけど、ここでライブかな、ここでやってんのかな、ライブ。あ、ライブ
の方でやってますね。でその隣が最近できたライジンっていう焼き鉄板焼きですね、鉄板焼きレストラン、ジャパニーズスタイルの、これね調べたらあのスミニャ君の方に本店があります。でここがピソンっていうすげえ有名なカフェレストランです。こちらも結構お客さん入ってますね。ちょっともう花火の音がパンパン聞こえてるんですけど、あの今日の夜12時があの一応メインなんでね、多分その時間になると一斉に花火大会が始まるんじゃないかなと思います。よいしょ。はい、ここがココスーパーマーケット、ダジャレじゃないんですよ、ココスーパーマーケットになります。あれ今2階なんかやってんのかな、ココスーパーマーケットの2階ってなんかお店があるのかな。ラティーズっていうカフェができてるみたいです。これは知らんかった。この2階にカフェができてるんですね。なかなかおしゃれですね。はい、ということで、あのプンコセカンエリア一回りしてみました。大晦日のバリ島のウブド、思ったよりかは人が出てないかなって感じですけど、まあまあそれでも観光客の皆さんご飯食べたり、はい、あの大晦日を楽しんでられるようです。はい、じゃあとりあえずここからは以上です。